はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は弦を押さえるときですね、押さえ方についてのお話をさせていただきたいと思います。はい、押さえる方向についてですね。はい、押さえる方向はこの弦に対して垂直方向ですね、こうですよ。はい、斜めにこういう風に持ってったり、こういう風に持っていってしまいますと、押さえた時にこの辺で試しにやってみますね。こう斜めに力が加わるとこういう風になる状態になるんです。見えますか？こう弦を持ち上げてますね。こうなると音程が変わるんですね。こうです、こうです。こういう風に音が変わってしまいます。こういう風に持たないように、こういうふうに押さえないようにしていただきたいっていうことですね。はい、例えば特定のコードをこう弾いた時にどうも音がおかしい、チューニングは合ってるんですよ。で G のコードに来た時だけなんか音が合わないんです。ウクレレが調子悪いんでしょうか？これ違うんですよ、見てくださいね。これほら、こういうふうにちょっと持ち上げるだけで、持ち上げないで弾くと綺麗な音ですよね。ちょっと持ち上げただけでこんだけ音が変わるんですね。特定のコードの時にだけ音がおかしいという症状がある方、斜めに押さえてませんか？はい、よくよく自分の手元を見ていただければいいと思います。手鏡かなんかでこうやってですね、当てていただいて、ちょっと見て、まっすぐちゃんと押さえられてるかというところを見ていただきたいと思います。ウクレレというのはギターに比べましても、全然優しい力で押さえるんです。ギターの場合は鉄弦ですから、ぐっと押さえないといけないんですが、ウクレレは優しい力、もう本当に羽のような優しい力で押さえてください。人によればこの指板の上、指板っていうのはここの木ですよ、この上に指先が当たらないぐらいの力でいいですよという方もいらっしゃるぐらいです。はい、本当の優しい力で押さえる。音が出ないからって力を入れすぎてしまう傾向にある方、なるべく抜いてですねやっていただくといいと思います。これ見といてくださいね。徐々に徐々に力を入れていってます。はい、最初ビビりますね。はい、ビビらなくなりました。これぐらいの力でいいですからね。今徐々に徐々に力を入れて、ビビリ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 ジーンって音が出たところ、これぐらいの力、もう一回いきますよ。これぐらい、これぐらい、本当の軽い力で押さえてます。はい、そういう風にしてください。軽い力で弦に対して垂直まっすぐ、こうでもこうでもなくですね、こうでもこうでもなく、こうですよ。まっすぐに押さえるようにしていただければ、綺麗な音でコードも弾けると思います。試しにやってみてください。はい、 DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない、いつもいつまででも。